経験氏を支援していた奥の事務所、騙された、詐欺罪の可能性も浮上している中、経験氏が放った言い訳が、皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。2度目の司法試験が不合格で終わった小室圭さんが、 友人たちや小室さん自身が支援を受けていた法律事務所を騙していたとして現在批判を受けています今回は詐欺師だとして批判を受ける小室圭さんが放ったという言い訳が注目を集めています合わせて小室さんの能力が3つの観点から疑問視されていることについても一緒にお伝えしていきます小室圭さんに対する評価は 2017年の婚約内定会見の頃から一転、無責任な男。詐欺師と国民から批判を受けるまでになってしまいました。ネット上などを中心に予想をされていたものの、小室圭さんは、2度目である2月の司法試験に不合格となってしまい、そのことが、さらに小室夫妻への否定的な意見を増し加える要因となっています。 小室さんへの批判の中には、小室さんの能力を疑う声も多数上がっています。代表的なもののうちの一つに、小室さんの英語力を問う意見があります。司法試験の別の合格者は、日本人留学生のコミュニティで勉強会を開き、司法試験の予備校の教材を交換したり、良い教材を教え合ったりするなど、あらゆる時間を勉強に費やし、 英語が母語でないというハンデをできるだけ補うための努力を払ってきたといいます。一方で、小室さんは、こうした日本人コミュニティに参加しておらず、情報収集の点では不利だったと言わざるを得ません。さらに、2度目の司法試験までの間には、眞子さんとの結婚や、ニューヨークへの渡米、 新婚生活などもあり、小室さんが勉強する時間を十分に取れなかった可能性は高いでしょう。小室さんと接点のある司法関係者は、彼は日本のインターナショナルスクール出身で、英語には自信があるのかもしれませんが、我々から見れば堪能とは言えない。前回の試験で不合格だった後、2度目の試験に挑戦すると聞いて、正直。 あの英語力で大丈夫なのかと心配になりましたと話しており小室さんの英語力には不安を感じる面があるようですもう一つは小室さんが筆記試験に弱いのではないかという意見です小室さんの英語力に疑問が投げかけられる中で極めつきは小室圭さんの母親である小室佳代さんがあの子は論文は得意でも人生で 試験はそんなに受けてきてないですから、と、小室圭さんの試験対応能力に不安を投げかけていました。小室佳代さんが、小室圭さんが試験に落ちた場合の保険を前もってかけておいたという見方もできるかもしれませんが、それでも、小室圭さんの試験に対する能力への疑問を拭うものとはならないでしょう。小室さんが筆記試験を受けて合格したのは、 国立音楽大学附属小学校に入学して以来、一度しかなく、カナディアン・インターナショナル・スクール中学部へ入ったときだけで、国際キリスト教大学やロースクールのフォーダム大学を受験したときのいずれも、書類選考と講述試験のみでパスしているようです。英語力への疑問、勉強不足、さらに試験本番に弱いというハンデを抱えた状態では、小室さんが、 7月の司法試験に合格するという期待はできないでしょう。小室さんが司法試験に合格しなければ、本人山子さんががっかりすることはもちろん、小室圭さんに多額の支援をしている奥の法律事務所は裏切られたと感じるかもしれません。実は、小室圭さんは、奥の法律事務所の奥の氏に対して、大きな不義理をしているようです。というのもない。 奥野氏は、小室さんが、フォーダム大学への留学を目前に控えた2018年1月、次のように語っていました。事務所に戻って、仕事をしたいと言っている。彼が戻ってくれば、ますますいい仕事を期待できるんじゃないか、さらに海外で、小室さんが拠点を築きたいと思っていることについては、聞いていませんと明言していました。 つまり、奥の法律事務所は、小室圭さんが、将来的に、奥の法律事務所の戦力になることを期待して送り出しているということです。しかし、眞子さんは、結婚会見の際に、小室さんに、海外での生活拠点を築いてほしいと語っていましたから、法律事務所側にした約束は嘘だったことがわかります。この一連の流れについて、 ネット上では小室さんは詐欺罪に問われるのではないかとして批判の声が上がっています小室さんがどのような経緯で法律事務所から金銭的な支援を受けていたのかは分かりませんがもともと日本に戻るつもりがなかったのにもかかわらずフォーダム大学ロースクール卒業後に 奥の法律事務所に戻ると約束して金銭的支援を受けていたとするなら詐欺罪が成立してしまうことになります。奥野氏が、なぜ、何のために、現在も、金銭的な支援を続けているのかどうかは分かりませんが、もしかすると小室さんの巧みな話術によって言いくるめられているのかもしれません。小室圭さんの大学時代の同級生も、以前、 小室くんは、400万円の借金トラブルなどが話題となりましたけど、実は学生時代にも、何度か、先輩や同級生からお金を借りることがあったようです。中には、そのまま卒業して踏み倒された人も何人かいるようですね。何というか、借りるときにも、返すときにもすごく、話術が巧みで、いつも、ちょっとしたトラブルで、 お金が必要になったんだけど、ちょっとバイトしてすぐに返せるからといった感じで借りて、返済を迫られるといろいろと事情があって、今は返せないんだけどすぐに返せるからといった感じで相手を安心させるんです。と語っていました。こうした話題に対して、宮内庁関係者は、宮内庁としても、 元皇族の結婚相手が詐欺罪として訴えられるということがあれば黙っていられません。そのため、小室圭さんに対して事実を説明するようにと要求がなされたことがあったのですが、その時に、小室さんは、そんな約束した覚えはないです。と一蹴したとか、法律事務所側が訴えるということをしなければ、お蔵入りになるかもしれません。 と話します小室さんに、なぜ、法律事務所側は、現在に至るまでもずっと援助し続けているのでしょうか。小室さんに法律事務所は、騙されているんじゃないかと感じた方は、友人の教わり方が悪い。ち付けたりのレベルを理解していない。 お茶の水のワースト天の友人のレベルの授業に下げると、しくつけたりに入学している意味が全くない。秋とあの季子の子だからね。それにしても、秋一味には、歴代天皇の息吹を感じない。仮に秋に現れなくても、子が三人もいれば、どの子に、過疎の片鱗が現れてもよいのに、皆無。秋一味以外の皇族の方々には、 歴代天皇の息吹を確かに感じられるのに。本当に不思議なことです。本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ、評価などもお願いします。では、次回の動画で、またお会いしましょう。ありがとうございました。